はい、フォールアウト76続きやっていきたいと思います。本日は4月17日になります。はい、アトミックショップユーティリティからねチェックしていきましょう。これかランチボックス。よし、じゃあ始めていきましょう。まあ、本日も寝起きなんだけど、昨夜手羽先をね、手を使わないで、口だけで食べようとかやってたら、もう人生初じゃないかな。なんか舌ベラの先をね、めちゃくちゃバカみたいに噛み切ってしまって、寝て、もう、7時間ぐらい経過してんだけど、まだめちゃくちゃくてね、本当に最悪なんだけど、みたいなね。はい、まあ、そんな感じで、やっていきたいと思います。ここは RG 駅になりますね。まあ、ここでもね、エンクレーブプラズマライフルのモッドが売ってるんで、まあ、チェックしながらね、やってる感じです。作るのはファーストで作るんだけどね。まあ、そうだな。はい、本日のデイリーからチェックしていきましょう。変異した敵を倒す。これは、デイリー6つ攻略ってことでね。イベントを完了する。オーディオホロテープを集める。コールドショルダーでクリーチャーを倒す。パブリックデイリーイベント未確認生物。遠距離武器解体する。まあ、そのまんまだよね。そのまま行って倒してきて入手した武器をね、分解していけば達成できる感じかな。まあ、そんな感じで、やっていきましょう。とりあえずですよ、コールドショルダーね、まあ、そこのボックスからね、スタッシュから取り出せばいいんだけど、自宅に戻って自宅で睡眠いろいろね、運動し終えてから出発していきましょうか。じゃあちょっとカットしますね。はーい、パーティーに入って音楽とかねやり終えて今お風呂に入っている感じですけど、手荷物見たらね、荷物整理する前で武器とか拾ったままだったんで、これから武器の方を解体していこうかな、そんな感じに思います。コールドショルダーに関してはもう回収し終えたんで、とはいえクリーチャーか、あと未確認生物ね、どういった感じでいこうかな。まず解体からだな。まず解体からですね。アイテム解体ということでね、どうだ、ちょうど5個ありましたね。アーマーの方はいいとして。達成になってない？チェック入れてなかったからかな？あ、遠距離ブッカー。まあ、まあ、この後もすぐでしょう。やっていきましょう。コールドショルダーで敵を倒すだけど、クリーチャーは、人が、うん、そうね。やばそうな敵はちょっと大変そうだけど、まあ、ドリーソッツから行きますか。うん、手前のとこに矢尾具合がいるから、どうなるでしょうかね。まあ無理にね、初っ端から戦わなくても、ちょっと強めの敵なんで、うわ、めちゃ近いわ。これ何？ガウスライフ。ああ、リロードしてなかった。オッケー。これで1体目。あとちょっと食事しよっか。バカみたいにあるわ。よし、こう。なになに？
なんか食らった息かなんか。はい、3体。分泌腺がね、あるよね。まあ、せっかくなんで、ここのクエストも受けていきましょう。よしこ。虫除けをもう全部使ったんですか？これ久々だな、やるのな。これがリストです。前回のはきっと置き忘れたんですよ。虫除けをもう全部使ったんですか？まあ、ラットローチの肉とかでしょ、まず。足りないのは多分これだけだと思う。いや、そんなことねえか。日が経ちすぎてるか。まあ、行こうか。まあ、せっかくなんで、ここ、地点を調査する系がね、クイーンオブザハントなんで、それもやっていきましょう。同時進行でね。どんな釣りがいるかもし、いるか知らんけど。あれ、青具合だしな。ガウス、プラズマでいっか。おい。防衛戦はやらないぞ。ね、この弾今60個あるんだけどね。ファーストの方で、エンクレイブプラズマライフルのマラソンをしてるときに、プラズマコアがいっぱいあることを気づいて、で、自分のサーバー立てたときに、どこ行った？見失った。え、なんか赤マークになったんだけど。スナリーギャスターか。いきなり達成できそうだな。ああ、殺しちゃった。殺しちゃった。未確認生物になりますね。で、サンプルの抽出もできるから。うん、コアがいっぱいあることに気づいて、そのエンクレブプラズマライフルのモッドを探すのも、通常のサーバーを作って、自分のサーバーを作って、その、繰り返しやってる感じで、自分のサーバーくり、作った時に、キャラの入れ替えが可能なんで、それで、荷物を、セカンドちゃんに渡したって感じですね。はい。サンプルを分析中。誰かめちゃ入れてくれてる。分析完了。こんなにはいらん。ペンだけもらう。アップデート。まあ、せっかくなんでいただいていきましょう。はい。あの建物の中か。虫の音は聞こえる。ヘロー。上の部屋か。ちょっと体見えてるけど。よしよし、いい感じいい感じ。ローチの肉の前に、ああもう、いた。うわー、足りて。どこ行った？
わあ。うえ。よし、そんな感じでもうちょっと戦わなくていい感じね。一応ミニガン、ミニガンとプラズマライフル装備しときましょう。まあ、ついでなんでやっていきましょう。教会に行って、ラットローチ買ってね。いやー、それにしても舌が痛いわ。7時間ぐらい経ってるのにまだ痛いからやーべえや、ほんとに。はい、ゴー。まだ血の味がするからね。どんだけ本気で噛んじゃったのみたいな。どういった？よし、これで達成だな。次がね、まあ、このツリートップがね、結構ね、名所になってて、ハニービーストと、スナリーギャスターと、あと、メガスロスの、ランダムポップ。今回誰がいるかな？信じられますか？あなたを必死に探していたんですよ。はい。おめでとうございます。あなたはダイアマラジアステークスの当選者です。私が責任を持ってあなたに賞金をお渡しします。ターゲットをお知らせ。プライバシーポリシーが更新されました。当月の賞金獲得者であるあなたの名前に所属あなたの個人情報を公開と言いたいところですが、もしあなたを外に出していたら、これメガスロスの音？みたいな。ここで終わりです。殺さないとこ。もう未確認生物使っちゃったからね。問題はここだよな。水場で殺すとさ、死体がどこにあるかわかんないからね。ここでまとめて殺す。OK。まあ、毎回病気になるわ。ここ来ると。はい。なかなかこれが、レアになってるからね、なかなか出ないんだけどね。あとなんだ？ああ、もう渡すだけでいいのか。あと、まあ、ホロテープとか回収しに行こっかな。まあ、ホロテープ、実際探そうとするとね、どこにあったっけみたいな感じになるんだけど。大概拠点、こういうとこに必ずあるからね、大概は。ここでは見つけたことないから、ここでは探さないけどね。はい。まあ、これも運が良かったら、フォッサムバッジがもらえる感じね。よし、行こう。そうね。やっぱりここかな。ガットスローツ。ここがね、案外見つけれる気がする。まあ、ホロテープもランダムだからね。ここはボトルキャップ集めに来るとこかな。ほい、到着。どこいる？なんか服装が珍しかったね。まあ弾いただいて、
ま、これで達成できる感じかな？遠距離武器分解ってやつはさ。あとは、ここにね。弱き者を叩き潰せ、屈服させろ、戦争に備えよ、血に苦を浴びろ。組取り式かな、トイレあるけどね。あとさ、ボトルキャップ、もうないな、今日はな。しかもトランクにも入ってねえし。この中にあったりとかね。あと、ここの辺にも普通にあったりするから。調味料系もさ、あんまさ、取得してないんだよな、最近。砂糖くらいなもんで、クラビリ入れる仕様の。はい、じゃあ行きましょう。変異者敵を倒す、遠距離または解体するっていうんですけど、さっきまあレジェンダリー取ったから、ヌカワールドンツアーのとこに行って、やっていきましょう。あと変異者敵に関してもね、デイリーオプス行けば一発なんじゃないかな。まあだから、なんか、デイリーオプス発生したら、積極的にね、そちらの方に参加していきましょう。あと今時間帯が時間帯なんで、もしかしたらね、まあ、人も少ない感じだからね。やってませんけど。こんだけしかないからな。まあ分解からしていきますか。一応。よし、解体。OK。達成達成。あとさ、ショットガンももういらないから入れて、弾も入れて、よし。あとレジェンダリーさっき取ったね。よし。さてさてどうしよっか。あと変異した敵を倒すイベントを完了する。なんかイベントねえ。ピュニータマスクワットかないですか。まあ一番手っ取り安いから、手っ取り早いからワークショップ確保。ワークショップ防衛ということでね、終わらしていきましょう。その間にね、オプスが来れば最高なんだけどね。まあここもう恒例だよな。ティック今いたけどさ、ここにもいるけどさ、追いかけてきたら殺しましょう。も回収しましょう。あ、仕事が来てるね。敵もいなかったみたいね。弾が41発しかないけど。まあ神殿ね、まあ誰かね、やっててくれて、ログアウトしちゃったって感じかな。はい、お疲れさんでした。そんな感じ。じゃあ、ちょっとフラフラしたいと思います。フラフラして、デイリーオプスが発生したりね。あと、防衛が発生したら、また再開して、ちょっとね、カットしますね。はい。防衛戦が発生しました。今ちょうど、
まあ綿が飛んできたばっかなんだけどね、ほんとすぐでしたわ。市民の皆さん、はい、あとスーパーウルトラマーケットには最高に安い最高の食材があります。はい、まあそんな感じでちょっと変えましたね。安定化スナイパーバレル使わないけどね、一応買っちゃいました。じゃあ防衛戦やっていきましょう。何でもお申し付けください。まあこれでイベントを1個ね攻略クリアになるんで、あと時間的にさ37分なんで、もうちょっとね0分までちょっと時間がかかるからね、変異イベントまでは時間かかるから、とりあえずこれで達成させちゃいましょう。お、迷子になった。こっちか。敵なんだろうね。10前がラットトートだったからね。スパミューだって。ワンちゃんいっぱい来た。あ。13発。殺しきれるか？切れんかった。いやスパミューは珍しいよね。ここ大概さ動物たちなんだよね。ちょっと距離があるから入手してみんか。たま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 回復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 、よし、オッケー。うん、だいぶ下の感じもいい感じ。まだいってもうほんと痛みは取れねえけどね。わお、まだ来そうだけど。どこにスタックしてんの？本体はいるだろう。飼い主はいるだろう。追放されてんだか。何の加減で追放されてんのかな。やりたい。はい、お疲れさんでした。イベント完了する、攻略終了。あとはまあ変異した敵を倒す。でこれが同時に達成できる、あとデイリーオプスになりますね。そうね、まだ20分ぐらいあるから、また再びねデイリーオプス発生か、20分経過して変異イベントが発生するまでちょっとカットしましょう。ちょっとね作業してきます。はい、デイリーオプス発生しました。ちょっと寝ようと思ったんだけどね、早えなパーティーがな。荷物整理は終わったんで、このまま行きましょう。まあ、ちょうど、ちょっと寝ようかなと思った矢先だったけどね。だいぶ軽くなったね。
はい、まあさっきから5、6分も経ってない感じなんだけどね、またちょっと変えました。全然普通にこんなに一つのサーバーで変えること少ないんだけどね。寝室だわ。ディップダーリンのなんか一生なんか懐かしいな。はい、到着しましたよ。毎度よろしくな。おら、頑張っていこうね。変な敵じゃなければいいけどな。なんか、跳ね返ってくるのうざいよね。いた。氷結か。全然見てなかったわ。氷結はまだいいよね。比較的。そう、いっぱい湧いてきたね。全然見当たらないんだけど。上の階層か。どこ？一つ完了、あと二つだ。次のコードを手に入れるにはまた別の時間を。いた。おらおらおら。オーケー。雑に解除。回収してこう。めっちゃいっぱい借りたい。上か。いねえ、いねえんだ。どこだ？じゃ。全然枯れてねえ。まだ6匹目しか。まだ6匹目。いそうでいない。いた。氷結ストレスだわ。まあそろそろちょっとみんなの近くに行っとくか。アドビクトリアム。あ、そこにあるのね。
はい、お疲れさんでした。通信の安全性は、ありがとうね、みんなね。いい動きだったぞ。アドビクトリア。はい。じゃあ、まあ、BOS リコンアーマー、どう？今回、本日こそ入手できるのでしょうか？う？はい。はーい。にゃー。全然入手できる気がしねえ。もう頭、右腕、左腕、足、両足、胴だけなんだけど、みたいなね。もうジェットパックのやつも買ったんだけど、みたいなね。うん。結局、倒しきれなかったね。あと2体だぞ。あと2体で終わるから、あと8分。まあじゃあちょっと8分ぐらいカットしますか。じゃあ今回はね、残りの変異イベントを終わらして終わりたいと思います。じゃあそれまでちょっとカットしますね。はい、そんな感じで性別変わっとるないかみたいな感じですけどね。行きましょう。切り替えました。え、荷物どっかな？食事。肉肉。よし。よし、じゃあ行きましょう。出発。グループ再生。近距離でグループ化すると回復するですね。まあ、ここもね、採掘する場所がめちゃくちゃいっぱいあって、敵も倒さず回収ってこともね、たまにあるよね。で、目の前で湧いたら殺していくみたいなね。鉱山のシャフトが間もなく再開放されます。作業可能な支援要員は、シャフト、ベレインにて、修理、回収作業を開始してください。市民はエリアから退避してください。ここにもいるんだ。達成しちゃったな。まあ普段さ、ここに来た時にはもう始まっているから全然チェックしてなかったけど、外にもいるんね。通告、シャフトの再開放を検出。支援要員は収集およびボード採掘機の修理作業を慎重に開始してください。よし、よろしくお願いします。高度な不安定性が検知されています。まあ、このファーストで、エンクレーブプラズマライフルのモッド集めまくってんだけど、なかなか出ねえんだわ。というのもね、ことの発端がね、ね、良さげなやつ入手しちゃったとこから始まるんだよな。何気に、あれ？なんかあるんだけど、みたいなね。余震を感知しました。新たに消失した現状を回収してください。頑張ってください。コード採掘ネットワーク、フル稼働。コード収集プロトコルを起動します。ウルトラサイト。はい。脇町。まあ5分ちょいのクエストなんでね、楽しんでいきましょう。はい。はい。警告。
なんかね、まあ面白くなかったからもうざっくりカットしちゃいましたけどね。特にね、あの一箇所でちょっとなんか脇ポイントがあったんで、そこで30体ぐらい買ったのかな。結構枯れたね。経験値もドラドラ美味しい感じでね、達成になります。じゃあまあせっかくなんで変異パックいただいて開封しましょうか。さてさて、ちょっと長そうだけどね、こっからがね。はい、ローディングも長いし。はい、お疲れさんでした。対アーマーハンドアックス、一応報酬見てヌカールドンツアーのとこ飛びましょう。おいえ、よし、じゃあ行きましょうか。鍵も入手したからね、モールマイナーのロック開けたらね、アイテムもらえるけど大したもんじゃないんで、暇に明かしてね、そのうち終わらせていきたいと思うけどね。いや、この変異パック若干ね、まあ、媒介結構ね楽しみです。一応さ、エンクレーブ装備して、よし、じゃあ開けちゃおうか。エイトだっけ。はい、来まーす。なんだ、グーズスイヤー T45 どう。いらねーな。はい、そんな感じで今回パートはこんなところで終わりたいと思います。デイリーもね、消化できたしね、いい感じ。はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。